岩本光、スノーマンかけ×白井姉妹、恋する敬語24時、2人の恋模様が急展開。一人にはできない、ここにいてほしい。辰之助、岩本光の父親殺しについて、平然と無罪を主張する水田漆原、溝端淳平に、辰之助が真実を暴くと宣戦布告。連続ドラマ初単独主演岩本光、スノーマンかけ×ヒロイン白井姉妹による。 考察系アクションラブコメディ「恋する敬語24時」2月17日放送の第6話では、辰之助、岩本光が殺人容疑で逮捕されるもさとなつ、白石麻衣の助けで釈放されるという胸厚な展開から、辰之助の父親殺し事件の全ての鍵を握る男、水田雄介が、2人のそばにいた漆原、溝端淳平、だったという衝撃の展開に。番組放送後は、 話が急展開であっという間の30分激圧展開すぎました、やっぱり漆原が水田。漆原社長子は、と SNS が沸騰した。2月24日放送の第7話では、平然と無罪を主張する水田漆原に、辰之助が真実を暴くと宣戦布告。そして、さらに事態は大きく動き出すことに。そんな中、 里夏は自分に対する敬語が辰之助やボディガードたちの負担になっていることを心配して、辰之助に敬語終了を申し出る。突然のことにあの寸下をボディガード辰之助はまさかの動揺。一人にはできない、ここにいてほしい。